偽の英雄の正体は玉物前の尾が変化したものだった。王山城に化けていた尾は本来の姿に戻り、彼方の空へと飛び去っていった。その先にはきっと玉物前がいる。未だ姿を現さないダッキもいるかもしれない。英雄たちは尾が飛び去った方角、厳島へと向かった。目指すは玉物前の封印に用いる完全な神経の入手。そのためにまず玉物前から神経入手の経緯を聞き出す。宝徳たちは使命を受け、人を惑わす化粧の者と対峙する。玉物前はこの地に潜んでいる。探し出し神経入手の経緯を問わねばのう。だが簡単に口を割りますかね。いいな、そううまくはいくまい。ダッキも共に行動しとるかもしれんしの。ですが、いずれにしてもこのまま放っておくわけにはいきません。その通りじゃな。これ以上人の心を利用されてはたまらぬ。さあ行くぞ。玉物前を捕らえ、この騒動を収めるのじゃ。玉物前はこの地に潜んでいる。きつく灸を据えてやらねばどう。
急ぎ毒斬りを晴らすさ。さすがに他の者の居場所もわかる。ここは耐え忍ばねばなりません。たとえいかなる状況であっても。以後も励むのじゃぞ。受けてみよ。敵は私が投げ払った。失礼。せいぜいあがくがいい。私が何に払った。ありよる。霧が晴れればこちらのもの。奴の気配、南の方角に感じるぞ。Itsukushima Jinja. Sajara が守る。お役目は果たさねばなりません。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。その武勇、時の果てまで語られましょう。おお、一段と冴えておいでですな。
で口当てろ。ぺちゃんこにしてやるわ。わらわは意味は許せない。消えるわよ。私は倒れるわけにはいかない。おいダッキー、タマモの前をどこへ隠しやがった？教えてあげない。タマモの前さんは大事なお友達だしね。ふん、お主が簡単に口を割るはずもない。幽閉師、ゆっくり話を聞かせてもらうかの。へっ、また旋回に逆戻り。つまんないの。それにしてもタマモの前はいつ心境を得たのでしょうか。遥か昔、それが鍵か。復帰殿、かぐや殿、その昔心境は誰の手にあったのです？心境は旋回の秘宝。遥か昔、旋回を滑る天帝が持っておられた。ですが天帝は殺されたのでございます。魔物との戦乱の最中、オロチの手によって。心境が行方知れずとなったのも同じ頃よ。タマモの前はあの時旋回におったのやもしれん。ならその頃の過去に戻ったらどうです？その時代なら完全な心境があるんすよね。過去に戻るか。いや、人の子の力があれば。もしくは、よし、強き将を幾人か集めてもらえんか。その者らを連れわしの過去へ飛ぶとしよう。復帰様、心境を探し天帝をお守りしてくれ。わしのせいで亡くなられたあのお方を。